韓国鉄道公社11万系電車は、韓国鉄道公社に所属する高速鉄道用車両である、KTX 山川の車両名称で知られる。本項目では2011年までに製造された1から30車と、2016年から2017年に製造された14万系について扱う。なお、統計式の40車にあたり、現在は、 前車がカールから SR にリースされた12万系と SR 保有の13万系については当該項目を参照。この車両は試験車両 HSR-350X の技術を利用して製作され、当初は KTX2 という名称でも呼ばれた。 2008年11月25日に初の量産車が出荷され、2009年2月17日、蚊帳車両事務所に改装された。以来、カールでの試運転を経て、2009年10月13日にソウル特別市で開催された、ノロオ列車に、のイベントで正式に初公開された。空気抵抗を減らすために、車体は在来種の魚や豆をモチーフに、 流線型で製作され、2010年2月に行われた名称の公募では、これを反映した KTX 山川という名称が最終的に採用された。以後、2010年3月2日から、京府線と湖南線にそれぞれ投入され、運行が開始された。今後の高速鉄道車両のコンセプト設計が行われていた1996年当時には、 イグブと素子の出力では 1100kW に達する種、電動機を制御することが不可能に近かったため、電力制御素子としては、大電力制御が可能な GTO サイリスタ系素子の中で、最も効率の高いイグクトを使用することで一旦は、決定された。しかし、試作車 HSR-350X を使用した、長期間の試験運行の結果、 電力効率や騒音、信頼性の面で動くとは、あまりメリットがないものと判断された。パワーエレクトロニクス技術の発達により、イグブトを用いた、大電力の制御が容易になりつつあり、量産者である、KTX 山川編成では、アメリカの半導体メーカーエクシーズ社の、イギリス法人が供給する、イグブトを用いた VVVF インバータ制御方式を、 採用することになった。既存の10万系が、両端の動力車2両、動力車に隣接する、電動機付き客車2両と、中間付随客車16両の20両編成を、蘇生するのに対し、本形式では、両端の動力車2両と、中間付随客車8両の10両編成を蘇生する。車両の構成は、動力車、優等室、優等室、特室、 スナックカー、家族失業作り車、誘導室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 、動力車の順である。また、戦闘車全部に電空一体の自動解決装置を装備して、分割併合運転に対応し、需要に応じた弾力的な運用が可能となり、全螺線、喜び全線などでの運用をも考慮しているのが特徴である。なお、四号車に設置された、 スナックカーについては利用率が低迷したため順次一般室に改造を始めたが2017年国土交通部より安全性を検証しなかったという理由で中断させられている優等室の座席前後間隔が従来の 930mm から 980mm と 50mm ほど広がり快適性が改善された10万系の座席は フランス国鉄の TGV 車両に準じて一部を除き回転不可能な構造であったが全ての座席が回転可能な形態に変更されており形状や材質も改良された。室内には間接照明を採用し開放感が向上した。特質用座席の場合は自動リクライニング機能が追加されており最大リクライニング角度は 既存の39度から43度に改良された。窓ガラスは既存の 29mm から 38mm と厚くなり、騒音遮断効果と安全性が向上した。特質の全座席という等室質8箇所に 220V コンセントが設置されている。主電動機を同期電動機から現代ロテム製 1100kW 級誘導電動機に変更し、 維持補修の簡略化を図った。車体は10万系が普通構成のシングルスキン構造であるのに対し、本形式ではアルミニウム合金製ダブルスキン構造を採用し、これに伴う機密性の強化と騒音の低減を図っている。現代ロテム側の発表によると、時速 300km 走行時 64dB の騒音値を達成したが、 これは10万系に比べて2デシベル程度低い数値である。客車の車体幅は 2904mm から 2970mm に拡大された。また、加速性能が、向上10万系の6分5秒に比べ49秒、早い5分16秒で最高速度の実速 300km まで到達できるようになった。 14万系2018年ピョンチャンオリンピックに備えた、高流線の高速化事業に伴い、2014年3月25、編成150両が現代、ロテムに発注され、2016年から2017年にかけて落成。発車表などでの表示は、11万系使用列車が、KTX、KTX3 チョンとハイフンを用いるのに対し、 本形式では、KTX、k t x サンチョンと、アンダースコアを用いることで区別している。運転席からの視野、ワイパー、連結面などが改善されている。カラーリングが、青系となっている点以外は、SRT 用の13万系とほぼ共通のデザイン、仕様である。量産車の試運転が不十分だったため、初期故障が頻発した。 判例韓国で制作されたアニメーションちびっこバスタよでも本形式が登場している。ありがとうございます。